はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、病気になってしまうとですね、運動ができなくなってしまいます。まあ普通に考えたらね、風邪ひいても運動できへんから、まあ当たり前のことなんですけども、特にその僕らのようなね、悪性リンパ腫や白血病などといったね、血液のがんと呼ばれる病気もそうですし、それ以外のね、その難病とかもそうなんですけども、治療のための症状をね、抑えるためにすごく強いお薬を飲んでいるんですよ。抗がん剤やね、免疫抑制剤や、その他たくさんありますけども、僕の場合は、今は骨髄移植の副作用をね、抑えるためにですね、免疫抑制剤を飲んでいます。そしてね、その病気の症状や副作用が穏やかになってきたら、その飲んでいるね、今飲んでるお薬のね、分量をね、減らしていって、体を慣らしていかなければなりません。僕の体は今はね、まさにその薬を、こう、徐々に減らしていって、で体を慣らしていってる状況です。そうするとですね、徐々に今その体もね、こう動かせるようになってきてですね、そのタイミングで副作用でこの増えていったね、体重とね、血圧とね、その他には血液中のね、悪玉コレステロールをね、減らすためにですね、こう病院側からですね、運動をしなさいとね、告げられました。そう告げられてから、自転車でこう運動したりとかでね、もう約3ヶ月経過しているんですけども、昨年の12月27日を最後にですね、実はその腕立て伏せをね、お休みしたんです。単純にね、筋肉痛です。頑張りすぎてしまいましたね。その以前の動画でね、こう体の左側がね、こっちのね、左側が痛いとお話ししたんですけども、この背中広背筋、左広背筋かがね、こうめちゃくちゃ痛くなってしまいまして、この鼻をすすったりとか、鼻をこうグッとこう噛むだけでですね、激痛がグーッとこう走るほどのね、痛さでした、本当に。今ね、画像が出てると思うんですけどもね、その、まさにこの赤いところがね、ほんまに一番痛くなったところなんですよ。そのね、咳や、ゴホンゴホンっていう咳や、この鼻をね、ズズッとこう、すすったり、こう、あと噛むという動作はね、全身運動なんですよね。これはね、過去の話なんですけども、その過去にね、その腰を痛めた時にもですね、そのヘックシュンってこのくしゃみをするだけでね、その腰に響いてね、めっちゃ痛い時があったんですよ。で、その時でも、この、膝をね、クッションのように使って、全身でその腰に負担かけないように、へっ、クスーンってこう、くしゃみをしてたね、ことをね、すごい覚えてます、本当に。その背中というのはね、もう起き上がるときも、こう起き上がるときもそうですし、物を拾うときっていうのね、何をするにしてもですね、もう使う筋肉なんで、本当にこう立ってるだけで痛かったんです。そこから今日でね、約10日ほどか休んでたんですけども、先ほど恐る恐る再開したところね、無事にできました。痛くなった時っていうのはですね、そのいきなり回数をね、倍にしてたんですよ、倍にね。その痛くなる前っていうのはですね、こう10回、腕立て伏せを10回やって、1時間後にまた10回やってっていうのを、このトータル1日かけて、できる時だけやるっていう風なのをやってたんですけども、その時は20回、いきなり20回やって、また1時間空けて、また20回やるっていうのを、こう、1日3日4日ぐらいか、続けたんですよ。そしたら、もう体はね、悲鳴を上げました。ほんまに。いや、もう無理はいけませんね。ほんまにね。無理せずにね、今日からまた始めていってですよ。10回をね、始めていって、まだまだその倍はせずに、10回できたら次はね、11回、12回とね、こう少しずつ増やしていくことにします。本当に徐々にやっていかんとね、もうすぐに傷んでしまう体なのでね、その病気をするとですね、あと強い薬を飲んでるとですね、そんな体になってしまうんです。
まあ、これでもね、体はね、すごい戻った方なんですけどね、こう入院中にその抗がん剤ですよ、あれをしてた頃にはね、もう本当にね、ガリガリになってしまいまして、もう食べられへんし、飲まれへんし、あともう吐くわ、下痢はするわっていうので、あの時でね、2ヶ月ぐらいで20キロぐらいドーンってね、体重減ったんですよ。3ヶ月かな。でもそれぐらい、2、3ヶ月で20キロはね、体重がほんまにぐーってこう、落ちてしまってですね、もうほんまに筋肉も脂肪もなかったですね。本当にあの骨と皮だけになった気がします。もうその時のね、自分の体をこう、お風呂場の鏡とかでね、見たりすると、もうなんて貧相な体なんだろうっていうふうな感じで、もう本当情けなかったですね。で、髪の毛もないでしょ眉毛もないでしょ、まつ毛もあらへんし、で、なんか唇はなんかガサガサで色白になってるし、で、その他の肌も、その、まあ、唇と同様、ボロボロボロってこうガサガサになってるし、ねえ、情けなかったというか、もうほんまに、俺このままの状態でおるんかなっていうすごい不安にも駆られましたけども、まあでもね、こう、徐々に徐々にこう回復もしていって、退院する頃にはね、やった、そうやな、10キロぐらいは戻しまして、まあ、62キロぐらいまではね、回復して、まあ、ちょうど良かったんですけども、まあ、そこからね、こう退院して1年経ちまして、そうするとですね、72キロまで増えてしまいましてね、それがね、あるから、まあ、増えすぎたらあかんから、まあ、運動しなさいと言われて、まあ、それと同時にね、食の勉強を始めてですね、まあ、今なんやかんやで66、7キロまでは回復してます。まあ、その運動もね、徐々にやっていってですよ、体重やね、血圧もね、徐々に減らしていって、まあ、体をね、しっかりと慣らしていきます。まあね、ほんまに体重、血圧、悪玉コレステロール、その数値を、ね、採血のたびに、こう先生にこう、チク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 言われるのが、もうすごい心がやられますんで、本当に、ね。自分でできることはね、しっかりと予防して、していきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。